角界は大脳の領域の一つ、頭頂葉の外側面にある脳界。角界は側頭葉の上端付近に位置し、炎上界の後端と接する。炎上界と合わせて下頭頂症用を構成する。角界の下部と炎上界の下部、そして上側頭界の後部は合わせて側頭と調節合部として扱われる。角界は言語、 認知などに関連する多数の処理に関わっているとされている。各界はブロードマンの脳地図における39夜にあたる。下周インドは文字が各界を介して内源へと変換されるという説を唱えた。カリフォルニア大学サンディエゴ校の神経科学研究所の所長である VS ラマチャンドランは各界が陰誘の理解を少なくとも 部分的に担っているという研究を指揮した。左各界に損傷を受けた右利きの患者は、言語理解は正常に見えるにもかかわらず、陰誉の二重性を理解できなかった。寛容的な陰誉を提示しても患者は、文字通りの意味でしか解釈できなかった。強いて解釈してもらうと、彼らは乱暴な解釈を作り出すが、正解からはほど遠いものだった。別の実験では、 核界損傷患者におけるブーバー、危機効果が調べられた。この効果は正常者の90%以上で見られるのに対し、これらの患者では観察されなかったこのことは、視覚刺激を言語化することに関する障害が起きたためと考えられる。ヒト動物は他の霊長類に比べて脳に対し核界が大きいという事実と、核界の触覚、聴覚、 視覚処理における交差点的な役割から、ラマチャンドランは概念的因うとより一般的なクロスモダリティ的抽象化の両方に、各界が決定的な役割を持つと考えた。最近の研究において、各界の刺激が対外離脱体験を引き起こす可能性を示したものがある。ある実験では、核解を刺激された女性が彼女の背後に存在する幻影を感じ、また、 別の同種の実験では、被験者が天井にいるような感覚を味わった。このことは、体が実際に存在する位置と意識が近くしている、体の位置との不一致によるものと考えられる。ありがとうございます。